はい、タンタンです。コアロハの、ハワイメイドの、タイプですね。こちら、テナーサイズ KTM00UG、ハワイアンコアのオール短板の、モデル。こちらの個体はトップにサップが入っている可愛らしい、木目をした一本でございます。サイドも結構こうハワイアンコアの生き生きしさが出てて、裏はね全面サップなんじゃないのかっていうような感じの、ちょっとこうまったりとした感じなんですけど、とにかくこいつは表がサイドと表が非常に、特徴あるかなと思います。こんな感じでヘッドのロゴもアバロンパールかな、これ入っててこんな感じになってますね。という感じで、まあ、あのインストゥルメンタルだとか、も十分、弾けるし、甘い音ですね。これ通常セッティングが、ロー G でなってますので、ちょっとこう音域が広がってるような感じのサウンドに今なってます。あの何でもあの音域広いんで、結構こうゆったりしたんから早いものまでね、弾ける、一本としてはもう本当スタンダードと言えるでしょう。というわけで、こちらが、一本コアロハの KTM00UG ということで、ハワイメイドの、コアロハテナーでございます。こちらはトップサップモデルということで、こんな感じの個体になっていますので、よろしくお願いいたします。ちなみに管理番号がですね、今やってまいりまして、管理番号1番で、今回3本入荷したんで1番で、こちらの機種は、ご購入できる個体ということでございますので、よろしくお願いいたします。タンタンでした。バイバイ。